人敷きは奈良時代に大分県国崎半島の各地に28の寺院を回帰したと伝えられる伝説的な層。人敷き菩薩とも呼ばれ、人敷きとも表記される阿南神社と呼ばれる六所言言、六号万山と呼ばれる国崎半島の密教寺院の多くは養老二年に人敷きが回帰したとの縁起を伝えている。これらの縁起によれば、人敷きは 最初に戦闘時を回帰し、その後、国崎半島の各地に、二2 8の寺院を開いた後に、最初に回帰した戦闘時の奥の院枕の岩屋で、入虐したと伝えられる。また、熊野魔害仏などの国崎半島に多く残る、魔害仏も、等しき,きの策であると伝えられるものが多く、6万9千体の仏像を作ったとされる。修正機械を創始したとの言い伝えもある。 今日では、ひとしききは実在の人物ではなかったとする説が有力である。六号万山の寺院は、実際には、古来から国崎半島にあった山岳信仰の場が、奈良時代末期から平安時代にかけて、天台宗の寺院の形態を取るようになったもので、近隣の宇佐神宮を中心とする八万信仰と融合した結果、神仏集合の独特な山岳仏教文化が、 形成されたと考えられている。各寺院を回帰した人物としては、人敷きの弟子として、共に修行を行い、宇佐神宮の神宮寺である、弥勒寺の別当などを務めたと伝えられる法蓮、下言、唐田能、佐藤島といった僧侶を挙げる説もある。糸敷きについては、宇佐神宮の祭神である八幡神自身あるいは、八幡神に近しい神の仏教的表現であると考えられている。 なお、国崎六号万山に数えられる、両古寺奥の院においては、一式しきき菩薩と八万大菩薩を合わせて、両所権限として祀っている。これは両古権限とも呼ばれ、同時や所在する山の名前の由来と思われる。福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県の33カ所の寺院からなる、九州最国霊場は、 奈良時代に等し聞きと法連によって解説されたと称している。ありがとうございます。